宮城県のほぼ中央に位置する市である。太平洋の仙台湾に面し、塩釜湖を中心とする港町及び芝彦神社、塩釜神社の鳥居前町としての性格がある。塩釜という地名は、塩釜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 ,塩釜と様々に表記されてきた。市は1941年の市政志向より表記を、 塩釜に統一しているが、ヘッツイに変えて釜を用いた塩釜の使用も認められている。市が作成する公文書では塩釜の表記がもっぱら用いられ、市民が塩釜と表記した場合などは塩釜と解釈した上で受理している。組織や団体の名称にも塩釜と塩釜の表記が混在しており、市はどの表記を用いるかを 各団体に一任している。市内の施設では、塩釜駅や塩釜郵便局、宮城県塩釜高等学校などに、塩釜の表記が見られ、県や国の機関もほとんどが、塩釜の表記を使用している。ただ、塩と、塩は新自体と、旧自体の関係であるため時期が同じである一方、釜は、鍋釜の、釜を意味し、へっついは釜を乗せる、釜土を意味するため、 この両者は、時期が異なる。氏名が、塩釜神社の社号に由来することから、氏は、ヘッツイを使い、縁を、常用漢字の字体に置き換えた、塩釜を、氏名の表記に採用した。画数が多く複雑な、ヘッツイの字は、氏の公式サイトでも、筆順付きで紹介されている。1984年撮影の塩釜市、中心部周辺の空中写真。 画像下部は、塩釜市の南隣の多賀城市である。1984年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。宮城県のほぼ中央、仙台市と松島の中間に位置し、千円地区の中心の一つとなっている。松島湾と松島丘陵に囲まれており、 平地のほとんどは埋め立て地である。市街地は埋め立て地が6割、給料地が4割という比率である。平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.08%減の54,187人であり、増減率は県下35市町村中17位、40行政区域中22位、 世帯数は2万1658世帯。塩釜神社の拝殿。道の区国の国府が、現在の仙台市大白区から、多賀城市に、仙った頃、道の区国府の外交として、今の塩釜市内には、構図が置かれた。これは、今の高津地区にあたると言われる。高津は内陸にあるが、古代には、入り江が二つ、深く入り込み、 南側の入り江に、構図があった。北側の入り江の北側に、海に面して、塩釜神社があった。港町と塩釜神社は海を隔てて、少々距離があったことになる。道の区国府が、多賀国府として七北田川沿いの岩切りに移転すると、川口港の港浜が、国府もよりとなり、塩釜の外交としての意義は薄れたが、以後は、 塩釜神社と港湾を中心にして、中世にも町として続いた。町の名は神社から取られて塩釜となった。戦国時代には塩釜は留守氏の勢力圏にあり、留守氏が塩釜神社の新人組織を自らの家臣団にした。伊達氏から留守氏へ養子に入った留守、正影の代になって、留守氏は実質的に 伊達氏の両国の中に取り込まれた。天正18年に伊達政宗が豊臣秀吉に服属した時、留守氏も政宗を通じて間接的に服したはずだったが、秀吉は政影を自分に帰算しない独立大名とみなして取り潰した。政宗が政影に岩井軍航海に二万国を咲いて家臣にした時、留守氏の家臣はこれに従って移り住んだ。 慶長5年12月24日に、正宗が仙台城の築城を開始して、後まで続く仙台藩領の形が定まった。これ以降1871年の廃藩地権まで、現在の塩釜地域を含む宮城郡は仙台藩の一部となった。江戸時代、歴代の仙台藩主は塩釜神社を厚く保護した。そのため、塩釜神社は大いに栄えた。 また、塩釜は、仙台市の外交として発展した。しかし、塩釜から仙台まで船入り堀と船引き彫りが引かれて、物資が塩釜を素通りするようになると、水備しかけた。塩釜神社を存敬した、打鉄名村は事態を憂えて、1685年に、塩釜から海域を免除し、米以外の産物に、塩釜への着岸を義務付けた。 これによって町は活気を取り戻した。明治時代の初めに塩釜は人口約3500人を数えた。1887年に今の東北本線の前身にあたる日本鉄道は不当と直結する塩釜駅まで線路を敷いた。このことで宮城県あるいは東北地方における陸海の物流の結節点となり流通業が大きく発展した。そして 後に亀屋山屋などの宮城県を代表する企業が生まれた。1889年4月1日、町村製止港に伴い、宮城郡塩釜町が発足した。1910年に塩釜港は第2種港湾に指定され、港湾設備の整備が進んでいった。それまで、気仙沼や宮古、釜石といった三陸沿岸諸都市との間に、就航していた。 定期船に加えて、1928年には、函館師路といった北海道航路の定期船も、就航した。1938年9月1日、多賀城村と七ヶ浜村の一部を編入した。太平洋戦争開戦直前の1941年11月23日に、四川志向し、塩釜は、日本国内で187番目。 宮城県内で3番目の市となった。市では、記念事業として、東京日日新聞仙台市局と合同で市章と、塩釜市民家の歌詞を募集しており、市章は、戦中の1942年4月1日に、制定された。終戦後の1948年、海上保安庁の発足とともに、塩釜港に面して、第2管区海上保安本部が設置された。 商業港だった塩釜港は工業港と漁港の機能も合わせて整備されていくことになる。1960年の地理地震に伴う津波による被害の様子。1949年12月1日に多賀城村牛生地区を1950年4月1日に浦戸村を編入した。 1960年地理地震で生じた津波は約1日かけて日本に到達し三陸沿岸を中心に被害をもたらした。潮釜では波で持ち上げられた船が街中に打ち上げられるなどした。1962年に制定された新産業都市建設促進法に基づいて1964年3月3日に 本市を含む仙台湾地区が新産業都市に指定された。すると、同法23条に基づいて、塩釜市や仙台市を含む8市町村で、千円合併議論がなされたが、不調に終わった。1996年1月24日に、宮城郡理府庁と協会を変更した。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震が発生し、 これに伴う津波で沿岸部が浸水した。塩釜市は、全国門前町サミットに参加している。全国門前町サミットは、全国の神社仏閣を中心に発展してきた、門前町、鳥居前町を有する自治体、観光協会、商業関係者などが集まり地域活性、町づくり推進のため開催する会議である。2014年11月、塩釜市役所が、 複数の生活保護受給者に対し、子供の養育先を指示したり、家庭環境を無視した指示をするなど、不適切な対応を行ったことに対して、宮城県より改善指導がなされた。水産業が盛んで、生マグロの水揚げ、かまぼこなど魚肉練り製品の生産は、日本一である。また、1平方キロメートルあたりの寿司や店舗数、 人口あたりの寿司や店舗数も日本一多い。経済状況は厳しく、市のアーケード街ではシャッターを閉めて閉鎖した店舗が目立つ。観光による経済発展のために設けられた旅客船ターミナル、マリンゲート塩釜もテナントが次々と撤退し赤字経営が続いている。狭い荷重地に密集して人が住んでいるため、ロードサイド店出店に適した土地がない。 そのため、減炭政策で土地に余裕があったり、府庁や多賀城市に、ロードサイド店が多く進出するようになり、千円地区の商業の中心としての地位が奪われ、塩釜市中心部のみならず郊外部の商業も低迷している。一方、2007年には本塩釜駅周辺の環境が一斉に整備され、同年5月、 旧国鉄貨物ヤード跡地にマックスバリューを核としたイオンタウン塩釜ショッピングセンターがオープンした。また、食品スーパーの山沢が2010年4月3日に中野島地区に出店している。救急指定病院東北本線の塩釜駅。潜石線の本塩釜駅。JTB 時刻表では、当市の中心駅は塩釜駅となっているが、旧来の主街地。 市役所の最寄り駅は本塩釜駅である。1997年までは塩釜線の塩釜港駅もあった。塩釜線は1956年に旅客扱いを廃止して貨物線となった。なお、下馬駅については、ホームが多賀城市と塩釜市にまたがっているが、所在地は多賀城市となっている。マリンゲート塩釜の桟橋。 一般国道県道松島湾に浮かぶ浦戸諸島。塩釜神社塩釜町角博物館、塩釜港祭りで使われる、魚座船の方々丸。塩釜市で利用されている、市内局番は次の通り。ありがとうございます。